どうも、ロスビーフです。ちょっとね、コメントの方が、遅れてしまって申し訳ないです。というか、動画もちょっと、遅れてしまって申し訳ないです。ということで、とりあえずまたコメントの方から、まずマッキーさん、ありがとうございます。雷の遅延、L 嬉しいということで、あれね、L 配布されましたけど、テルネのマナ、食べさせようと。テルネ、あれを分けておいた方がいいんじゃないですかね。もう遅延もね、もう、今はね、難しいやつだと、もう遅延2台で3台で行こうみたいなね、なくはないですから、行った方がいいな。一応、あんまり合成とかしない方がいい、ような気がします。御三家強いですね。確かに強いですね。エルカノ、まあ、サーシャ、まあ、イグニスは言わずもがない。サーシャもなんか強いかな。メタトロさんちょっとあれな感じがしますけども、もう持ってる人はね、もうガンガン。まあ、エーテルはいいかな。あれ、もらえますからね。もらえますからねっていうか、メイトガチャでね、出てくるんで、頑張っていけばね、刺激でフル活用できるんで、エーテルは、まあ、ただすぐ使いたいっていう人によっては、いいのかなというふうに、思います。ありがとうございます。で、次、ドラゴンバスターさん、ありがとうございます。L 実装でエーテルかなり必要になってくる。なるほど、まあ、そうなんだよな、まあ、L 実装でね、まあ、覚醒がね、また増えてくるっていうキャラが多くなってきますから、ただ10個あれ満帆なキャラはどうなるのかな、2段目いくのかな、マックス20みたいになるのかな、L は。そうなるともうさらにね、またエーテルが必要になってくる気はするんですけども、まあ、5段抜けそう、なるほど、まあ、5段、まあ、一番長いって言われてますから、3000ポイントでしたっけ、他のやつと違って、ね、長いんですよね。抜けてね、そこ抜ければもうあとはどうなのかな、まあ、俺みたいにね雷ないから、火で6台飲んでるっていう、やからもいるか、まあ、やからっていうからですけど、いるかもしれないね。6段6段でまたね、まあ、6段っていうか上の段でまた、いろいろあれ考えに行くタイプだなっていう、思います。で次カレン G さん、ありがとうございます。で次カレン G さん、ありがとうございます。肉球レベルマックスで配布ですってことです。あ、そうそうそう、あれ初心者レベルマックス大変だなみたいなことをね前回、言った気がするんですけど、配布のあの肉球あれレベルマックスでくれるんですね。非常にありがたいですね。それはもう初心者っていうかね、もう俺も嬉しいね。てかみんな嬉しいんじゃないですかね。もうL レベルマックスのあれ相当辛いでしょ。いや俺も御三家ね何人かの L 化したんですけど、レベルマックスには一回もしてませんね。してませんってできないですね。SS の回る時間もちょっとまあないし、かつあったとしても SS の回動手はむずい、でそうそう回れないしね。でアビの02、最速8ターンから9ターン12ターンが限界でしたということで、俺やつあれ何ターンくらいだったかな、ちょっと忘れたけど、ワン通行か、ワンコンか通行、だった気がするんですけども、なるほど、最速8ターン9ターンってどんなにだったんですか。あ、見た、あ、そう、見たわ、誰だっけ、アスカか、アスカ3体ぐらいいて、めっちゃやりしてるんですけど、最近戦力上がりましたね、エヴァガチャが当たりだった、そうなんだよな、エヴァガチャがね、相当当たりだったからね、と、正直引いた時はね、まあまあ、キャラが、図鑑が埋まったぐらいだなという感じだったんですけども、上の9、やっていくごとに、ブレイダーとか、アビスやるごとに、やっぱり、ね、あいつらいてよかったなっていうか、あいつらっていうかね、エヴァ戦士っていてよかったなっていう、ただ綾波引けなかったです。ああそうなんだ、綾波はね、まあ、強いですからね。アンサーもね超バイキルドで、強い感じです。ただ SS がね8ターン、他のキャラが6ターンっていうところが中回復異常回復が8ターンなんだよね。あれがちょっとまあちょっとあれっていう感じはしますけども、覚醒も非常に優秀なんでね、水の選手と、組ませれば、超強キャラになると思いますっていうか、まあ、俺の場合ですよね。まあなんか出てくんじゃないかな、どうせまた出てくるっていうか、その復刻っていう意味じゃなくて、同じようなステータスで同じようなスキル若干上がったようなやつらが出てくると思うんで、まあ、その時引けばいいのかなっていうふうには、感じします。それ言ったらもうそればっかりなんですけどね。ありがとうございます。で次スーちゃんさん、ありがとうございます。おるね、 SS になった、なるほど。今ねちょうど俺オーランディやってるからね、わかるんだよな、オーランディの、オランダか、オランダ の、 そのサブ系の難しさ。だから SS はねすごいよね。すごいですね。なるほど、 SS になったか。とてもじゃないけど俺はできないんでね、時間かかるな。
時間かかるか、もしくはもうサービス終了は無理かもしれないな、あれは。ゴールネーセーズはすごい、直屋さん、アビス3と2はワンコンで、ワンは2コンでしたということで、なるほど、まあコンティニューはするけども、だからやっぱハイゲーテルなんだよな、あれ3つくれるのはでかすぎでしょ、あれ4つやってるから全部12個、くれる計算だからでかいですよね。なるほど、ね、ワンコンとかにできちゃえばね、しかもねクリスタルくれます、ね、クリアしたらクリスタルくれるんだっけ、ハイゲーテル3つとクリスタル1個だっけ、忘れちゃっていましたけども、まあ、実質ゼロみたいな感じでいければね、非常にね、いいような感じがします。すごいな、まあ、相当戦力、まあ、アビスってね、今一番難しいって言われてもうワンコンツーコンで、できるっていうあれですから、非常にすごいなっていう感じ。次ありがとうございます。次動画の方で、シモンドボンホールさんありがとうございます。わびくりで元帥出た、あーなるほど、あーいいですね、元帥が強いね、元帥強いねっていうのは俺持ってないけど、エヴァのあのシンジ君&カオル君、あれがねアンサーだけは元帥と一緒なんですよ、あれをねオランディで使っとね、すっごい強い、めちゃめちゃ強い、あれないあるのとないのでは全然ね難易度が変わってくるからね、あれね非常にいいですね。ただね、もう多分ね、元帥の方がね、覚醒の方はね、いいような気がするんだよな。新宿アンドカルフね、覚醒がちょっと残念。プラスね、SS があれ、使えない。使えないっていうのは、その、使い物にならないっていう意味じゃなくて、物理的っていうか、使えないんだよ。HP 全員の 80% 以上使ってたから、なかなかね、使いづらいんだよ、あれ。大体が減ってるから、もう死んじゃうみたいな、ね、感じになっても、あれ撃って、まあ、遅延っていうのは、あれ、いい。あただね、雑魚戦が強いからね、かなり減ってる状態だから打てないんだよな、そうそう、ほぼあれちょっと使いづらいな、そういう意味では元帥の方がね、ノーリスクで精度打てるんでいいのかなっていうか、あまあまあスキル反射ありますよね、そういう感じがします。じゃあ次吉田誠さん、ありがとうございます。 S も L にあるらしい、あこれもなんか言ってた気がするな前回、あれね、SS のやつが LL に、あ、LL じゃなくて、SS のやつが L にあるのは分かるけど、S のやつは、置いとけぼりなのか、とか、L に一気になるのか、みたいな感じで、どうなんだろうかな、みたいな感じで、言ってましたけど、L になるらしいですね。一気に。なるほど。キョンシー持っててよかった。シャオラン。あー、なるほど。まあ、SS、まあ、あ、なる確定してんのかな、ちょっと分かんないですけども、ちょっと調べてないんで、なるのかな、という。まあ、S がね、そうだよね、どうなのかな、まあ、イーシェンが一気に L になるのかな、他にもアスカとかね、ミカエルじゃなくて、ね、ミリエルだったかな、あの辺りとかもね、ちょっと救済してほしい、ような感じがしますけども、とりあえず、S がね、一気に L になるっていうことで、S、ポジティブボリューム、非常に助かります。ありがとうございます。サトシさん、ありがとうございます。単発2回戦、2回目でリベーター。おー、なるほど。いいですね。10連やったらファムとセレサで確定にラトと。めちゃめちゃ運がいいですね。リベーターなんだよな、なんだかんだで。なんだかんだリベーターっていうのはやっぱね、火の戦士がね、強いな。強すぎるな。さっきもアビスの02の8段から9段でしたっけ、あれもなんか言ったような気がしますけども。戦士が強すぎだな。なるほど。で、ファムちゃんとセレサとか、あれじゃんか。全員遅延揃ってんじゃん、リベーターにファームとセレス3ターン遅延が尋常じゃないあたりだな、いいないいな、でリベーターそろそろ出てくれよ、もう全然出ねえしな、で水の遅延も誰だっけあれ、チェルシーから全然動かねえし、もう一個誰だっけ、なんか1個当たった気がするけど、あれも2ターンだからな、ちょっと使いづらいんだよな、で覚醒もエーテルだからな、なるほど、まあ、とりあえずね、おめでとうございます、すごいよ、ちょっと失礼、で次加藤大輝さん、ありがとうございます。10連でアスカ1枚、おおなるほど、てか当たりだよね、単発でも引いたと、できれば違う精霊も出てほしかった、なちょっとそれは贅沢かな、まあ非常に分かりますけどね、かぶっちゃうとね、もうお金のやつね、まあ、マリとかね出てくれればっていう感じしますけど、
まあ、ただアスカやっぱり一番当たりって言われてるマスカ、この2枚出たっていうことはこれ多分2枚運用の方がねいいような気は、合わせない方がいいような気は、どうだろう、どうなんですかね。合わせてももう言い方あれですけど、一覚醒しかできないですから、だったら2枚持ってた方がいいような気がするな。アスカ強いからね、もう特にアンサーのねバイキルドは重複しますからね、もう当然分かってると思いますけど、なこれは当たりだな、みんな当たりガンガン引いてんな。お3ターンチェーン引くし、アスカ引くし、ちょっとまあ俺も、まあ、若干いい時期はあったけども、ただやっぱ遅延がいないんだよな、あの強い回復変換もいないし、そのあたりがやっぱね、なんだかんだで、ところどころ戦えないなというふうに思って、ありがとうございます。翼さん、ありがとうございます。30万騎士団賞をゲットした。おー、なるほど。で最近の精霊配布は強いということで。あー、これは俺、ツイッターでも俺出してなかったかな。あのね、30万俺もね、ギリギリ、いけました。もう当日から最終日ぐらいにね、ちょこちょこやってね、なんとか、終わりましたね。まあ、前のね、時にもう持ってんだけどね、騎士団賞。ここじゃないの、前のあの誰だっけ、あのラギカの時か、の時にもう持ってた気がしますね。他のやつでもいい気がするけど、30騎士団賞エヴァだったらね、また別の30万のね、エヴァなんていう感じでいい気がします。で最近の精霊配布は強い、あ強いですね。まあ、あのレジェンドのあの猫級じゃなくてあれに始まりね、まあ、バレアキラもね配布か、まあ、遅延配布してますね、かなり。なんで、まあ、あの、なんだっけ、まあ、課金するっていうならやっぱり、ね、後から入った方が有利ですけど、無課金でやるっていう場合だと、やっぱり、だいぶ前からやってる方が、てか前からね、やってる方が、有利になるのかなっていうふうに感じますね。次、永田誠さん、あれ、10連回して確定以外全部緑でした。なるほど。まあ、残念の一言かな。まあ、ただね、まあ、そうなっちゃう可能性もあるんだよな。まあ、10連1回だけで決めつけるのは、まあ、まあ、分かりますけどね。10連出ねえじゃねえかってなる、俺も多分なっちゃうだろうけども、ただやっぱり、ね、何回だろう。100連ぐらいしたら、だいたい金は3枚、4枚最低でも出てくる。なってくるかな、まあ、100枚中30枚40枚は気になる、まあ、情報修正したからっていう感じになる気はするんですけども、まだ全部緑、金でもない、緑、なるほど、ちょっと辛いな、その確定が何だったのかっていうのは、気になりますけど、なるほど、まあ、アカウントにもよるのかな。まあ、あれだよね、あの、なんだっけ、ドロップ率も 1.5 倍の時もね、全然落ちない時は落ちないからね、 1.5 倍の日は1万円も落ちなくて、次の日平日になったら、連続でねドロップしたとかありますから、まあ、これもやっぱそうだな、まあないな全部緑も、全部っていうか確定以外緑もありえるな、それも2回、次もまた、っていう可能性も、脅すつもりはないですけど、まあ、あるな、これは怖いな、だから、あ、やっぱ運なんだよな、とりあえずもう引くしかない、じゃないと強くなりませんから、もうこれがソシャゲの、運命です。あの次、ザ・ケツジンさんかな、ありがとうございます。キシャラ・ハンニバルの技術というか、ケニエでリベーター、ケニエスケットでリベーター入れてワンコンだった、アビスのあれかな。なるほど、リースなんだよな、まあ、キシャラが強い、まあ、状態異常かやってるね、あれ役に立つっていうのは非常に分かるんですけど、リースがね、欲しいな、いいな。なんでかって言うと戦士リース戦士なんだよな。 L がね戦士じゃないから、あの配布リベーターあれがね生かしきれないんだよな。まあ、キシャラもね戦士じゃないから、まあ、なんとも言いづらいけど、そういう意味だとやっぱアスカか、まあ、状態上回復ないからちょっとまた役割は別だと思うんですけども、まあ、リースだな、リースだとファム、まあ、ファムじゃなくてピノ、あれ当たってくんねえな、全然当たんねえな、あれ。俺が偽マルした時もねピノが当たりだって言われてたんですけども、俺それでね、ピノよりも椿ちゃんかわいいって言って椿、椿マルまあでもペアして、今となっても椿も強いんだけどもちょっと使いづらいなっていうか、アンサーがちょっと死んでるな、もうはっきり言っちゃうと今となってリーズいいですね、なるほど、まあ、リベータースケットならばいけるのか、なるほどっていう感じ
の方で、磯崎元樹さん、ヒルで強いです。あ、そうか、俺ヒルで当たったのか、ちょっと久しくね、ちょっとリズやってなかったから、久しくっていうわけでもないですけど、ちょっと2、3日やってなかったから、そう、当ててたのか、シュルファスと相性いい、あれ、復職でね、強くなりますから、ヤービス、キシャラ、ヒーバー力で、いけると、まあ、キシャラなんだよな、なんだかんだで、まあ、やっぱ火力プラス、まあ、さっき言った状態異常がいい。キシャラ当たってよかったな。もうキシャラがいないとダメだったっていうパターンが何回もあるからな。キシャラ当たってなかったら俺どうもなってたんだろうっていう感じします、ね。でもエヴァのね、デスの15ターン以内であれも多分おそらくクリアできてなかっただろうし、やっぱそうだな、戦力がやっぱ着々と整ってるのかな、最低限ね、っていう感じがします。やっぱっていうかね、バイキルとかのチェインバイキルとはね入れない、最低限だね、遅延がやっぱ必要だに一番目立ってはいるけども、なんだかんだ チェインバイギルドがもう最低限いなきゃもう何体ないとかクリアできないだろうから、あれもやっぱり、最低限のメンバーかなっていう感じでした。まあ、ただリセマラになるとね、遅延がね、まあ、上になって、あのバイギルドチェインで、まあ、リセマラの、ね、上位陣に入らない。実際にやってみるとね、分かるんですよね。ああいう感じで。ありがとうございます。スーちゃんさん、ありがとうございます。アビス0にキシャラでなんとかなりました。なんとかなりましたね。キシャラが、ね、今いたときに、キシャラがいないと、ダメですね。で、オランダはクリ笑って進むしかないです。これね、そうそう。あのね、もう先行っちゃうとね、5の4、まあ、鬼門ってされてますよね。なんかあの鎧みたいなのと、あの火の女の子みたいに出てきましたね、来るじゃないですか。あそこね、クリアしたんですよ、さっき。ただね、動画撮れてなかった。あー、ちょっともうあれふざけんだよ、マジで。もうところどころ動画がね、失敗してんだよ。しかもね、動画じゃなくて、ね、離婚して、だいぶ叫んでたんですけども、いざ編集しようと見たらもう動画が撮れてないっていうね、もう一回ちょっとね動画撮り直そうと思ったけど無理だな。あれもう雑魚戦がもう強すぎるし、たまたまうまくボス戦まで行って、たまたまボス戦もねうまく運がよく復職もあれ成功してみたいになっちゃったから、ちょっとあれ無理だな。次は14、15、のあたり撮れればなっていう感じしますか。ふざけんねえな、あれもちょっとね。やっぱ iPhone だな、なんだかんだ。Android ダメだわ。ありがとうございます。ハタボーさん。今どこやってるって、5の1難しいっていうことで。失礼。そうなんだよね、5からね、急に難しくなるね。雑魚戦がね、全然うまくいかない。だから強すぎる、5から。雑魚戦が相当削られて、で、ボスも強いですから。あれちょっとやってらんないね、ぶっちゃけ。5はむずいな。あれサブクエすごいよね。よくまあ何回もやってんだろうけども、すごいなーっていう。今ね、今実質今どれ7か、今7やってます。なかなか進まれーな、オランダ難しいな。もうはっきり言ってイベントの絶よりもはるかに難しいね。だからイベントで全然何回かクリアしてるからもう余裕だぞと思ってたけども、全然おらんっていうのが難しい。もうやってらんないよ、あんなもん。やってらんないけどやらなきゃいけないんだよな、これはお知らせ後で言いますけども。あれだな。で、次正和さんね、あのロレンツィオの14の4が難しいってことで、14の4って俺も確かワンコンか2コンかした動画で撮ったけどな、まあ難しいですよね。これはどうなの、サブクエのことを言ってるのか、サブクエのことを言われると全然わかんないけど、俺も普通にやっただけだから、あれですけど、まあ、確かにすでに14もロレンツよから急に難易度上がりますからね、ちょっとあれかなっていう感じがします。最後、カーコさん、よろしくお願いします。ちょっと動画の人かちょっと普通に総合の人かちょっとわかんないんですけども、よろしくお願いしますということで、こちらもよろしくお願いします。ということで、ちょっとコメントがね遅れてしまって、お返しするのもね、動画をアップするのも遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。ということで、お知らせで見ていきます。なんか書いてありますね、スキルが、まあ、書いてありますね、まあ、小さくですけど、スキルの名前変わりましたと、マヤの、あれが変わって、ニコラのあれも変わりました。
か文字が、あ、文字のあのなんていうの、送り仮名が間違えてたり、するのかな、まあ、そんな感じがお願いします。これありがとう2周年ってやったっけ、これ前の動画もねちょっと見てないから忘れたんですけど、まあ、これはいいや。これ新イベント、スタッフこれ今日来るかって言われてましたけども、今日って実際昨日か、来るか言われてましたけども、これまた近日開催予定になっちゃいましたね。これいつやんだろうね。なんかカードみたいな、スマホか、スマホかカードか、なんか持ってますね。まあいいや、これはまあ出たら出たらで、その時またやりましょう。まあ、プロローグとかあるらしいんでね。あれします。なんかこれ新ブレイダー近日開催予定。お、なんかこれ新しいブレイダーやん。高難易度新ブレイダー近日襲来予定と新たな脅威に備えよう。なるほど、また出んだ。新ブレイダーってどういうことこれ、前今あるブレイダーはなくなるってこと。いやそれはないでしょ、だってまだリコスとか俺 SS にしてないでしょ、俺今あるブレイダー全員まだ SS にしてないの。なくなるってことはないよ、追加だよね、おそらく。てか追加にしてくださいじゃないとちょっと困っちゃう。でまあ 今ね、あ、もうアビスは終わったのか、でオルファはどうだったかな、クマちゃんのやつはもう終わったのかな。でブレイダー今やってる真っ最中だな。でこれスーちゃんさんかな、これねギルドマスタークエスト、春予定と、ギルドマスターたちの活躍をお楽しみということで、これがねなんかあるから、これなんかこれがあるからっていうことで、まあ今もう、もうお知らせ出てますけど、これがね、出るからのに、ね、オーランディをね、あの無理にでもクリアしないとダメだ。まあ、どういう意味かっていうと、去年のねあのクリスマスイベント、クリスマスギルドマスターを配布とかあの時やってた人はわかると思うんですけども、あれはねあのそこの時点でクリア、あのそのエリアをクリアしてるエリアのキャラだけもらえますっていうことで、俺の場合だと無理やり、あそこのおばさんであって、お姉さん、ちょっと前忘れた、あの人のベルナデッタか、あそこのとこクリアして、なんとかねベルナデッタだけは手に入れた。ただあのオランディアクリアしてなかったから、なんだっけ、住んでる頂上は手に入らなかった。ということで今回これもねもしかしたらクリアしたエリアのあれしかできないっていう可能性も、ね、出てくるっていうか、おそらくそうっていうことなんで、俺ちょっともうオーランディこれ無理にでもね今のうちにクリアしておかなきゃいけないんだな。これどういう風にね、なるかちょっとわからないですけど、これもねお楽しみにしたいですね。だったらね、なんだあれなんだっけ、クリスマスの時にクリアしろっていう話やってくるんですけども、ただ無理やったね。今もうエヴァ勢がね超活躍とか、エヴァ勢いなかったらとてもじゃないけどオーランディ戦えてないんで、あの時去年やっててもオーランディはおそらくクリアできなかったから、今ってなんとかギリギリ、戦えてる。あとね三日月もいないから、あのあれ誰だっけ、武道館、もうあれも今後使っていくだろうし、そういう意味ではこれも早速ねオーランディ、クリアしたいなっていうのを思います。始めたばっかりの人なのね、なるべく通常クエスト、今イベント少ないですから、イベント、あ、イベントか、パッパとね、通常クエストメインでやっていけばなと思います。で、なんか猫祭りカフェ、今までは左のやつもらえてたけど、今は右のやつ、なんか三河さん、こっちの方が可愛いじゃん、これいいね、もらえるっていうことで、ただ今、まあいいでしょう。釣ったところかな、アポね、アポじゃない、あとなんかアプリ、アンドロイドだけ今いってんだね。俺もね、アンドロイド新しくね、あれしたらなんかすげえ重たくなった気がするんだけど、あれ気のせいかな。釣ったところですね。まあ、とりあえずみんな心配してとかあれなのか、これなのかな。まあ、俺からしたらね、これはね、正直そうでもないかな。どっちかっつうと、やっぱりね、これかな。これをね、もう早く、あのどうしてもね、チェルシーじゃなくて、オルネか。あれをね、欲しいから、欲しいからって、オルネが欲しいわけじゃん。あ、オルネが欲しいんだけど、このギルドマスターのクエストでオルネ版をやりたいから、どうしても今、最優先は、オーランディかな。これをね、俺はね、優先的にやっていきたいと思います。まあ今、ブレーダーやってるんで、ブレーダーっていう人はね、まあ、魔力ゼロなんて関係ないですけどね、やって、マシンブレーダーも来ると。でこれ誰だっけ、スザクの新イベントが来るということで、楽しみにしていきましょう。普通お知らせでした。